はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、ジャンボ空港物語なんですけど、あれ前回とちょっと違くねって思うかもしれないんですけど、編集データがねなくなってしまってね、素材ごとなくなってしまってたんですよ。まあなくなってたってことは多分消したんですよね、俺が自ら。なので一応前回と同じようなところまでやり直してます。はい、だからまだ1月ですね、8月ぐらいから始まってんのかな。ほら、このワイロくんとかね、ちょうどこのワイロくんが出てきたあたりですよ。で、前回とちょっと全然レイアウトが変わってるじゃないですか。っていうのもね、勘違いしてたんですよ。何かっつったらね、これで床タイルでこの敷地内を広げることができたんですよね、建屋を。だからね、今回はね、それを知ってしまったので、最初から建屋を広くしてます。はい。はい、ってことでね、まあ、とりあえずね、またやり直してますけど、まあ、そんな感じで続けていきますので、本日もよろしくお願いします。だからね、ぶっちゃけね、そう、やたらボリュームが大きかったと思うんですよね。それもね、調整したんでね、今度から聞きやすくなってるはずです。はい、でぶっちゃけね、そう、ただ編集してなかっただけでね、結構先、ちょっと先まで進んでたんですよね。はい、まあとりあえずね、やっていきましょう。はい、とりあえずランクアップできるってことなんで、ランクアップしましょう。はい、経営のランクアップ、はい、ランクアップ申請です。これでね、新しくね、ランクアップしたってことで、地方空港に格上げされて、搭乗口とかね、増やせるみたいですね。はい、ってことでね、まあ、航空協会会長に、まあ、こんな感じでね、ランクアップおめでとう、坊主空港の経営手腕脅かされるのってことで、まあ、とりあえずね、どんどんランクアップしていきなさいってことですよ。ちょっと、適当に作ってたんでね、これちょっと場所変えましょう。で、研究でね、大福持ちとかじゃないで、依頼か、航空エンジニアの招待ってことでね、これで飛行機のね、設計図を書いてもらえるようになるんですよね。まあ、この航空エンジニアをね、呼ぶことによって飛行機が設計できるようになるんですけど、この空港なのにね、そのなぜか知らないけど、自分でエアラインをね、飛ばすことができるようになるわけですよ。すごいですよね。羽田空港が JAL を経営するみたいなもんですよ。まあとりあえずね、翌月に到着するので、まあ先に進んでもらいましょうってことですよ。まあとりあえずはね、その航空エンジニアが来るのを待とうと前に、それは意外とひらめきポイントが溜まってるんでね、研究しちゃいましょうか。神社と大福餅、大福餅はまだできないんですね。とりあえず神社からですね。神社ってなんじゃいって感じですけどね。はい、ワープロの購入ってことでね、駅前の外国語教室に通ってたら翻訳の依頼が舞い込みました。新しいも使えるワープロを探してます。いやいや、いつの時代だよね。今ワープロなんて売ってないですよね。なぜならパソコンの中のワープロソフトを使ってますから。昔ね、ワープロ単体があったんですよね。ほんと今の平成生まれですら下手したら知らないんじゃないでしょうかね。はい、あとね、一つ言いたい、自分で買え。そういえば航空エンジニアそろそろ来るんじゃなかったの？あ、来た。いや、今思いっきりね、飛行機の上とか飛んでましたけど、基本的に飛行場でのさ、ヘリコプターもこの誘導路をね、低空で飛ぶってはずなんですけどね。はい、空港の雰囲気はファーストインプレッション意外と重要なんですよね。はい、113。
もうほとんど勝ち試合ですよね。はい、とりあえずはちょっと頑張ってね、景色を上げるためにここら辺を植えときますか。はい、これを植えると何か意味あんのって思うかもしれないけど、着陸量がねどうやら上がるらしいんですよね。はい、金運の料金が 10% アイフ、これにしときましょうか。はい、神社が建設可能になりました。お金がいっぱいあったからってボン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 建ててたら何もなくなりますね。はい、ということでとりあえず経営、持ち物、金運の札、どこにしようか。フライト趣味にしときましょうか。はい、そうするとねフライト趣味のね料金が上がるんでしょうね。はい、とりあえず施設のやつも上げとかないとね。まあでも客がどんどん増えてきたことによってね、お金もね貯まりやすくなってきてますよね。これも一応あれなんですね、あの空港内の施設なんですね。あーでももうちょっとよく確認してやった方がよかったな。相性問題とかありますからね。ほらね、神社とトイレの相性が良くないでしょ。初めて知ったんですけどねまあでもこう見る限り相性のいい建物がないですよね。とりあえずトイレと相性が悪いっていうのは分かったけど、ここに置いときますか。なんか相性が良かったみたいな、あ違うか、相性悪いのが解消されただけですね。はい、アブファラ国王さんがね立ち寄るみたいですね。なんか随分豪華そうなねジャンボが来ましたけど、チップくれるってことはね余計に払ってくれるんですかね。ほら自販機で3800ですよ。むしろ水しかねえのに。はい、コーラ。アブファラ国王は満足はしてくれてるみたいですね。お、航空エンジニアさんがねお帰りのようですけど、まあ大丈夫でしょう。はい、設計図エアライト、とりあえずこれで研究できるようになったんで、まあ研究しちゃ、まだか、もう少ししたらねまんじゅうのあれが終わるでしょう。すげえな、1万食ってくれましたよ。はい、じゃあエアライト研究しましょう。はい、依頼、ワープロがまだ時間かかるみたいだけど、上位の施設用品を作れるようなノウハウを磨きます。まあとりあえず行ってみましょうか。であとは不動産王の招待、1万3000か。あ、ちょっと黙った。はい、おすすめスポットはやっぱここの辺りですかね。不動産王は来月だけど、ワープロはねもうちょっとで終わりますね。しかしこの嵐はねずっとこの風の音がうるさいですよね。まあ嵐なんだからしょうがないけどさ。まあはい、ワープロ購入は完成です。はい、これで翻訳家さんがねお客さんで追加されてます。で現在のところお客一覧として地域住民でねこんだけ来てくれてます。平社員、課長とお散歩老人、女子大生、主婦で翻訳家、園芸家で、まあ飛行機の方はねこの徒党ってところからフリーター、OL、プログラマー、女優となってます。まあその徒党ってどこなんだっていうと、これ徒党エアラインでね、要は来てるとかそこから来てるんですよ。だから徒党なんですよね。はい、満足のお札、アブハル国王さん満足したみたいですね。人気が上がるのかな。まあとりあえず神社にしときましょうか。
航空せんべい。お、航空せんべいすげえ効果あると思ったらそうでもねえのか。